どうも、ホワイトの嫁小林奈々です。今日は久しぶりにラウンドワンに来ています。ラウンドワンのボールをネットで注文して届いたので来ました。なんかね、マイボールが4800円で買えるやつがあって、でこれからねボーリング始めようかなって人とかいると思うので、参考になるかなと思って買ってみました。ラウンドワンって入ってるんですけど、このボール電キャッチャーっていうボールですね。電キャッチャーってボールでね、これね4800円でドリル台込み、ただこのフィンガーのゴムの部分とあとサムホールのここの部分がプラス1100円ずつかかるかなっていう感じで、だからでも6800円で買えるので、初めてやる人にはいいかなと思います。で、なんかね、穴を開けてもらうときに、なんかこれ走るボールらしいんですけど、曲がるように開けますかって言われて、後ろ曲がるボールが欲しかったので曲がる風に開けてくださいって言ってお願いしました。でね、曲がるか曲がらないかっていうのは、なんかね、ここのね、印の位置からどんだけ離すかっていうのがなんか書いてあったりとかしたので、まあそういうので曲がる曲がらないみたいな感じなのかなっていう、あまり詳しいことはわからないんですけど、とりあえず曲がるっていう風に開けてもらいました。でこれもね、3ゲームぐらい投げちゃったんですけど、1ゲーム目本当にめちゃくちゃ良くて、なんか箱出しっていうらしいんですけど、その投げ始めた時、こんなに曲がるのっていう、でポケットにすごい綺麗に入って、わこれ最強のボールじゃんって思ったんですけど、はい、2ゲーム目180でした。ゴフレの2投目から新しいボールで投げてるんですけど、めちゃくちゃ調子いいです。やばい、これ最強なんじゃないかなと思ってます。やっぱもう2ゲーム目ぐらいからね、あれ曲がらないみたいなそんな感じになってしまって、そうだから一番最初が一番良かったですね。なんか箱出しっていうらしいんですけど、そういうの箱出しした時が一番良かったです。はい、ただなんかね、色もかっこよくないですか。黒とブラウンなのかな、シルバーみたいな、色もね、かっこよくていいと思います。はい、ということで、もうちょっとね、今11ゲーム投げた後なんでヘラヘラなんですけど、1ゲームこれで投げていきたいと思います。Thank you.
めたアドバイスちゃんとします。アプシを強めにしたら立ってる位置より右側に投げても絶対に落ちないからって言われたんですよ。頑張ります。ご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価。